強い強い。やば、揺れた。強い。おっと。よ、地味系市川市結構揺れてる。おっと、揺れてます。東京タワー、最初の衝撃な揺れ、体感4、勇敢、揺れました。大きい、人を決め、大田市、震度4くらいか。おびこ、強い揺れ、5時、やばい、大田区、大田市大いなる揺れ、大きい品川区、勇敢、埼玉県川口市、体感4、大田区震度2くらい、八街市体感震度4、川崎強め、水戸から揺れました。埼玉市北区縦揺れから横揺れ体感4、平塚結構揺れてる、大丈夫です。埼玉県白岡市結構高い体感4、高いね、強い栃木県佐倉市、体感 P 入りませんでした。千葉県八千代市、結構な揺れ、大田区、かなり強くて長い揺れ、八王子、大きい揺れ、お、揺れました。山梨県上野原市、都心の揺れを感じました。びっくりした、絶景、川崎市の揺れ、これは、御殿場やばい、めっちゃ揺れて茨城県古河市、今宿で桜にいますが、初期微動しっかり感じた。流山市強い、茨城県筑西市、強い揺れ、板橋、大揺れでした。揺れました、大きい、横須賀、1、2程度、結構揺れた、揺れ体感3くらい、千葉県成越かなり揺れてます。結構揺れました、宇都宮かなり強い揺れ、体感震度4程度、大きな揺れで驚きました。東京都江戸川区、まあまあ揺れ、体感2、藤沢、皆さん大丈夫ですか？千葉市、揺れたのできました。柏市、体感3程度、板橋区大きめでした。ドカンときた、エレベーター止まりました。棚から物が落ちた、あらつく、結構長い揺れ、体感震度2のブロック。線で行ったか？こんにちは、外ですが揺れを感じました。足利、体感震度3くらいです。幸手市、強めの突き上げありました。有越かなり強め、荒川強い揺れ、高々強い揺れ、足立区南部、長野県中野市、照明の紐が若干揺れています。ちなみに栃木県下野市、茨城荒川区バサーキット、強い揺れ、杉並区、結構揺れました。揺れが強かった地域の方は、落ち着いて行動してください。まずは落ち着いて身の安全を確保してください。揺れすぐ終わった。長野県民の町体感なし、水揺れあり、揺れた。八王子、強めでした。大きめの揺れを感じました。20秒くらい揺れた。揺れました。八王子ビッグセンターにいましたけど、エレベーター止まってくれました。両親も見た速報、12時31分8秒、震度4、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、神奈川、震度3、千葉。体感3くらいでした。海老名市、一般会員追い出し注意。埼玉市、体感震度4、外出先の箱根、若干の揺れ、茨城か、どんと突き上げるような揺れ、体感3、栃木県宇都宮市、びっくり、どんと揺れました。東京都葛飾区、すごい地響き縦揺れ埼玉、東京都中野区、結構な横揺れきました。伊東市揺れ、大きめに揺れました。地鳴り確認、そこまで強くなかった感。諸山、地震情報、一般会員一度追い出されました。後半にも4ですな、最初の初動、大きかったけどすぐ収まった。体感3でした。神奈川県横浜市鶴見区、外出先で揺れ、2程度。港区国立新、横浜市南区マンション構造、中程度の短めの揺れ、追い出し注意してください矢印、横浜市戸塚区、歩いててもわかる揺れでした。群馬県北部、埼玉県秩父、千葉県北西部、東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。平塚市16回大きく揺れました。体感23、怖いですね。こっちは震度3くらいかな。震度4、外にいてもわかるぐらいの揺れ八王子市。関東、421にです。大丈夫ですか？震度3みたい。体感かなり弱かったけど長く揺れました。横浜、川崎市川崎区、体感震度4程度、強震震度は3、言うほど揺れなかったな。大田区、数日前にもありましたよね。茨城南部、茨城あたり信号じゃね、かなりガツンときましたが幸い棚のものは落ちませんでした。埼玉市、震度速報、震度4、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部。追い出された、また震源が富士五湖かと思いました。オフ折れてきた。茨城らへんって前も地震来てた気がする。来週じゃなくてよかった。12日連続震度3以上更新。震度速報、震度4、茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部。ガタガタと横揺れ、本庄市。数秒強いガタガタという揺れあり、埼玉入間。10秒くらいガタガタ揺れました。体感震度は4でした。足立区南部、こんにちは。東京狛江は体感では震度2くらいでした。一般会員の方は追い出し注意してください。震度3、栃木県北部、群馬県北部、埼玉県秩父、千葉県北西部、東京都23区。首都圏の地震最近増えてきた？最近多いな。奈良市の市体感2以上、長かったですね。茨城県南部はちょうど10日前に震度4が起きてます。東京都多摩東部、東京都多摩西部、神奈川県東部、神奈川県西部。マグニチュードは 5.0 ですか？結構揺れました。無感です。千葉県館山市、追い出し食らいました。M もうちょい大きいかと思った。12月に入ってから毎日震度3以上来てますね。ズドンと来て。横っぽい揺れだったかな。埼玉県熊谷市久保島。建物がミシミシ言ってました。おっと。521、結構最近か。怖いな。少し前の深夜にあった地震とほとんど一緒ですね。風強かったので風かなと思ったら地震でした。追い出し食らった、わら。NHK 地震ニュース。追い出された。震源情報、12時31分頃、震源地は茨城県南部、深さ 50km、マグニチュード 5.0、津波の心配はなし。グッときました。東京都北区、NHK ニュース、通行人が気づいてない様子だったので3はなさそう。東京、大田区。茨城県、震度4、笠間市、城里町、結城市、筑西市、坂東市。一般会員のが、未だに追い出しなし、そのあたりは地震の巣って言われるぐらいの地域、関東民無事ですか。NHK、のど自慢の中継をぶち切りにして地震のニュース、421にです。とりあえずエレベーターについてる黄色い緊急通報ボタンを押してください。連絡がつかない場合は110番や119番した方がいいです。この前の4も50キロでしたっけ。この大きいのが頻繁に起こるとでっかいのがそのうち起きるのかなと心配になります。追い出されて何も見れなかった。震度3、水戸市、日立市、日立大田市、日立大宮市、中市、小美玉市、土浦市、茨城古河市、石岡市、下妻市、常総市、取手市。最大震度4がしょぼく感じてしまう。
麻痺してきてら、生きてます。埼玉県熊谷市久保島、区分区にてたら、ちゃんと視聴者に呼びかけた。つくば市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、行方市、五田町、境町。エレベーターの人大丈夫か、554、神奈川高北は大丈夫だけど、家具が見知って落としてビビった。ガタガタ言ってたから地震か思ってたら急にでかくなってビビった。追い出し食らいました。後半にで4ですね。もともと茨城南部は地震少なくはないけど。まだ揺れてる感じする。震度2、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、茨城町、東海村、大子町、龍ヶ崎市、牛久市、茨城鹿島市、潮来市、守谷市、神栖市、鉾田市。怪我など大丈夫かな。地震情報のメールが先ほど来ましたが、わが自治体は震度3だったんですね。宇都宮線、東京宇都宮間、地震の影響で運転見合わせ、水ははっきり揺れて、横揺れでした。家が西になりました。つくば未来市、三保村、阿見町、河内町、八代町、利根町。お昼時、火の元注意ですぞ。本当にぐぐぐてせいだったんだ。使う時間帯で地震やめや、深さ 40km でやや心拍気味、忘れた頃に空間灯やめて、東武線は地震の影響で運転見合わせてます。震度1、大洗町。電車は大丈夫ですかね。あらら茨城で震度4ですか。全く揺れに気づかなかった。平塚市、今の大きさでも止まるエレベーター優秀だな。栃木県、震度4、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、下野市。初期微動がめちゃくちゃ強かったので身構えました。早く避難の緊急事態です。震度3、宇都宮市、小山市、真岡市、上三川町、益子町、森町、原町、三宮町、森町、高根沢町、日光市。急に来ましたね。宇都宮線急停車しました。震度2、栃木桜市、那須烏山市、市貝町、栃木中川町、大田原市、八重市、那須塩原市、塩山町、那須町。びっくりした。群馬県、震度4、桐生市、太田市、館林市、板倉町、千代田町、大泉町。あれ、そんな電車止まるんか。緊急地震速報よりも早い縦揺れから来ましたね。震度3、前橋市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、緑市、群馬明和町、大浦町、沼田市。エレベーター、揺れを感じたら、止まった階で降りるしかありません。やばいやばい、今まで意識してなかったけど、地鳴り来てから本震。来るのが多くなってきてる気がす。びっくりしました。震度2、高崎市、富岡市、安中市、新東村、吉岡町、神田町、神田町、玉村町、東吾妻町、片品村、群馬昭和村、水上町。調子悪くて寝てましたが全くわかりませんでした。長野市。震度1、群馬上野村、下仁田町、群馬南牧村、中之条町、嬬恋村、草津町、群馬高山村、川場村。うちはいつも3だな。埼玉県、震度4、加須市、久喜市、埼玉三郷町、岩槻区、春日部市、宮代町。鳥もエレベーターで地震来たら全部ボタン押すのがいいって聞いたことある。ブルブルと小刻みに揺れた後ぐらっと来ましたね。震度3、熊谷市、行田市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、鳩山町、時川町、埼玉神川町。かなり早いけど情報を抜けます。小さい揺れの後大きな揺れが来ました。本当急に来るな。埼玉西区、埼玉北区、大宮区、見沼区、埼玉中央区、浦和区、埼玉南区、埼玉緑区。圏央道の坂東インターチェンジ付近が信号のようですね。629、大阪北部地震の時もそんな感じでした。川越市、川口市、阿良市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、八潮市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、白岡市、伊奈町。回線全体が重いな。S 波来るのがかなり早かった印象。2震度2でもかないもんだな。諸山町、小瀬町、川島町、杉戸町、長瀞町。越谷に悩くねえだろ。全く参考にならんところに震度計があるな。こんにちは。意外と揺れたよね。今年は台風少なくて良いなとか思ってたのに地震が最近多くて台風より不安だな。 P 波と S 波の違いが分かりやすかったのかな。地震波突然来る。震度2、東秩父村、上里町、寄居町、桜区、所沢市、飯能市、狭山市、越谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市。和骨、地震ですか。宮城県柴田町、新座市、富士見市、三郷市、日高市、吉川市、富士見野市、埼玉三芳町、松伏町、秩父市、横瀬町、皆野町。こんにちは、揺れで起こされたわ。わら、北海道 NP 次の地震が茨城なら関連性なんか検討もつかん。650です。本当ですよね。初期微動の方が強く感じたけどやっぱ電車の揺れと同時だったからかな。震度1、小田の町。地盤の強さの違いもありますけどね。東海道新幹線、東京小田原間で地震の影響で運転見合わせ。648、あれじゃない。地面が良いというか。千葉県、震度3、花見川区、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、印西市、白石。停電はしないと思いたい。最近本当に怖いな。震度2、千葉中央区、稲毛区、若葉区、千葉緑区、三輪区、市川市、成田市、千葉桜市、市原市、流山市、我孫子市。地震で設備が壊れてないか安全確認のようです。デブが来なければ止まんないと思った。こんにちは。鹿児島県肝付町、はぁ、べっくらこえた。八幡市、富里市、四水町、境町、茂原市、東金市、旭市、香取市、山武市、神崎町、多古町、芝山町、睦沢町、城南町、館山市。関東はすぐ影響受けるな。木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、鋸南町。茨城の前に北海道西方沖で震発あったんですね。地盤緩い地域だからかなり揺れたな。上震モニターの通知直後に揺れました。足立区南部、NG コメント多いな。震度1、銚子市、匝瑳市、大網白里市、東の庄町、九十九里町、横芝光町、一宮町、城西村、白子町、長良町、勝浦市、鴨川市、いすみ市。緊急地震速報のおかげで落ち着いて行動できました。千葉県八幡市、体感震度3でした。千葉県我孫子市、大多喜町、茨城は地震多い。なんか日本全土活発ですね。嫌だな。宇都宮線は、地震の影響で、東京宇都宮駅間の上下線で運転を見合わせ。東京都、震度3、千代田区、中央区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、世田谷区。184コメント規制中な。宇都宮線は、地震の影響で、東京宇都宮駅間の上下線で運転を見合わせ。渋谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市、調布市。本格的にやばいな。町田市、小金井市、小平市、日野市。
狛江市、東大和市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、あきる野市。てかスマホに緊急地震速報来なかったんだが、俺のスマホ変かな？こんにちは、先ほどの地震体感2でした。横浜、震度3以上12月になってから毎日起きてますね。震度2、港区、台東区、墨田区、目黒区、豊島区、葛飾区、立川市、武蔵野市、三鷹市、東京府中市、昭島市。体感震度3、4くらいなら慣れてきた気がします。あ、184規制してるのですね。知らなかったです。震度レベル1000突破してましたね。B2B、画面のやつには反映されないんだ。平均的に、震度3以上は1、2日に1回あります。茨城を走る常磐線は今のところ運行情報なしです。701、マジっすか。Y のとこは最初の一瞬の揺れ結構でかかったっす。東村山市、国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、日の出町、日野原村、震度1、奥多摩町、伊豆大島町、東京豊島村、三宅村。5弱一歩手前でしたね。今回は緊急地震速報警報が出ていないので、テレビや携帯には緊急地震速報は通知されていません。スマホに緊急地震速報が来るのは最大震度5弱以上が予想される時です。時はが止まってないの珍しいな、わら。神奈川県、震度3、横浜鶴見区、神奈川区、横浜西区、横浜中区、保土ヶ谷区、港北区、横浜旭区、横浜緑区、瀬谷区、横浜青葉区、都筑区、川崎区、中原区、宮前区、相模原緑区、相模原中央区、相模原南区、相川町。これも多いとでかいの来ないか心配ですね。三島市民、これで12日連続震度3以上ですかね。震度2、横浜南区、磯子区、金沢区、戸塚区、江南区、栄区、横浜泉区、幸区、高津区、多摩区。今のところ地震による停電は起きてないみたいです。東海道新幹線、地震の影響で、東京小田原間で運転見合わせ中。麻生区、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、二宮町、小田原市、秦野市、厚木市、中井町、神奈川大井町、松田町、山北町、湯河原町、清川村。YouTube は終われや、639にです。そこを中心とするおおむね10区の前後四方の範囲なので、実際のところかなりブレがあります。体感震度1、2でした。大きいな、都市部は地震に弱い。震度1、横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、大磯町、伊勢原市、南足柄市、海西町、箱根町。一応現在は宇都宮線と東海道新幹線を除いて全路線で運転しています。日立のシビックセンターにいたんですけど、急にエレベーターが止まりました。福島県、震度2、郡山市、白川市、須賀川市、鏡石町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、山釣町。大丈夫？玉川村、浅川町、いわき市、下郷町、玉川村、浅川町、いわき市、下郷町。大丈夫ですか？物落ちてきて普通に頭打った。震度1、福島市、二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、川俣町、大玉村、天栄村、花輪町、鮫川村、石川町、平田村、古殿町。742にレス振り出ました。気象庁のホームページや地図アプリ等によると、茨城県坂東市にある県央道坂東インターチェンジの近くが震源だったようですね。747にレス、大丈夫？この町、相馬市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、桂尾村、飯舘村、日の江又村、南会津町、猪苗代町。非常階段の鍵開けてなんとか無事でした。新幹線、運行再開、NHK、エレベーターの人大丈夫？エレベーターは本当に気をつけないとですね。750、速報値の震源にはブレがあるので注意。747にレス、742、お二人とも大丈夫？でもなんか月1で起きてるイメージ。エレベーター、大丈夫？747にレス、大丈夫ですか？お気をつけください。747、出血等はありませんか？お、出られたならよかった。今冷やしてるけど大丈夫やで。山梨県、震度2、甲府市、山梨市、南アルプス市、山梨北斗市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、藤川町、昭和町、大月市、上野原市。北海道地震起きた10分後にこれかよ、ですか？途中送信しちゃった。西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、藤川口湖町、小菅村、震度1、韮崎市、早川町、身延町、富士吉田市、鶴市、道志村、丹波山村。揺れを感じたら、すべての階のボタンを押し、止まった階で振り上るのが鉄則。747にです。大丈夫ですか？長野県、震度2、茅野市、佐久市、長野南牧村、震度1、松本市、上田市、諏訪市、小諸市、塩尻市、小海町、長野川上村、南愛木村、北愛木村、佐久穂町、軽井沢町、三代田町、富士見町、原村、飯田市、稲市、辰野町、箕輪町、橋間町、宮田村、松川町、長野高森町、安岡村。心配してる人ありがとな、つべ。そりゃコメント制限ないんだからつべはれるでしょうが、エレベーターに乗ってたら急に地震です。近くの階に止まったら振りてくださいって言われて、振りました。豊岡村、大鹿村、上松町、投げ町、大滝村、大桑村、木曽町。友達から LINE 来たけど、本当に3って通知してた。747、血が多く出てるなら止血とかして病院へ。静岡県、震度2、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、富士宮市、小山町。本当に怖かったです。ガラスがカチカチ言ってたから割と落ちたりしてる人が多いかも。千葉北西部の地震もエレベーター止まったね。震度1、熱海市、伊東市、下田市、河津町、松崎町、西伊豆町、神奈美町、沼津市、三島市、富士市、御殿場市、静岡清水町、長泉町、駿河区、清水区。宮城県、震度1、角田市、岩沼市。でもエレベーターで揺れってわからなさそう。あと逃げ場ないからな。山形県、震度1、中山町。新潟県、震度1、長岡市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、刈羽村。その通りですね。とても怖いです。モニターアームで固定していたディスプレイに前がずれました。岐阜県、
震度1、中津川市。家一人だったし怖かったな。最大震度4、茨城県南部、深さ 50km、マグニチュード 5.0、12日12時31分、頃発生、地震情報、中。今だと、緊急地震速報受信で強制停止させることはできるのかな？術です、術、術、エレベーター止まるのは5弱以上だったような気がしますが。マンションで増幅されたりするんでしょうかね。ジョツ、ジョツ、都からも山梨も和歌山も茨城も、もうやめてよ。ジョツです。お疲れ様です。情報提供お疲れ様でした。ジョツ、ジョツです。ジョツ、ジョツ、ジョツ、ジョツです。おつ、ジョツ、おつ。長い地震情報ありがとうございます。ジョツです。情報お疲れ様でした。747さんの状況ですが、報道で出てくる軽症者に入るのでしょうかね。ジョツです。ジョツ、ジョツ。しばらく様子を見ましょう。ジョツ、情報お疲れ様でした。情報オツでした。まさか北海道の新発地震の10分後に茨城で地震とは、オツ、ジョツ、ジョツ、上の階だと揺れ強くなってそうですね。情報オツ。